皆さんこんにちは、こんばんは。なにわのひね、なにわのひむろくです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いします。というわけで、前回の検証結果、こいつですね、非常に興味深い。高設定域56でも100ゲーム以内に当たるのは約 48%ぐらいなんですが、実際検証してみるとおよそ 70% と、設定変更あるいはリセットをかけた場合、何かしらの闇があるんじゃないかと、非常に興味深い検証結果となりました。で、前回は設定1と設定2を検証してみたんですけれども、今回は設定56、こちらの方を検証してみたいと思います。設定1はね、やっぱり回収モードなんでしょうね。設定2は面白い結果になりましたんで、今回は56ということで、機械割りは 100% 超えてますから、一体どうなるのか、ぜひ最後まで楽しみにご覧ください。それではどうぞー行ってきまーす。グリ寝てます、すいません。あいよThank you.
検証終了、お疲れ様でした。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。自分の中ではやっぱりこいつには何か闇があるんじゃないかなと感じざるを得ないデータになりました。というのも5、6を今回検証したんですけれども、設定6っていうのをそもそもこんなにまあ滅多に入れることができない設定じゃないですか。
だからこそ逆にそういうリセットとか当たりやすくなったりとかなく本当に正規に抽選してるのかなと。それ以外の、まあ、1は回収モード、まあ、これはそうだと思います。で5は防設定、これはまあ花火とかでもイベントでもまあ見かけることできますよね。最近はちょっと投入してないコースが多いですけども。でこの問題の2です。設定2、これがやっぱり何かそういう類のオカルトですがリセット設定変更した時に何か当たりやすいモードというのがもしかしたらあるんじゃないかなっていう風な、そう、まあ、そう思えるデータでしたね今回の検証では。まあ、設定6でバカバカ当たる状態になるとやっぱりちょっと予想通りすぎるっていうか、まあ、そんな風にはもしかして作られてないんかなと、そんな風に自分は今回の検証を通じて思うことができました。まあもちろん信じる信じないはねそれぞれの価値観だと思うんですけども、まあ、一応事実としては設定2がリセットモーニングで一番当たりやすい、その確率実に 70% ということでした。はい、というわけで次回また何か面白い検証ネタがあればぜひコメント欄で教えてください。やっていきたいと思いますんで、はい、それではまたお会いしましょう。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。ふぅーみーちゃん、ありがとうございました。